日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ、今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩司さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。6時45分からの予定でした大谷翔平選手の取材対応ですが、速報が入ってきました。ロサンゼルスからの共同通信です。ドジャースの大谷翔平選手は25日通訳だった水原一平氏の違法賭博問題について声明を発表し、信頼していた方の過ちを悲しくショックに思うと述べたということであります。まあ、固有名詞は使わず信頼していた方のというふうな表現を使ったというね、あたりであります。まあ、始まっているというところでありますので、まあ、情報がねまた入り次第、お伝えしてまいります。まあ、そのね、どこで認識したとかそういうようなことがねいろいろ出てくるのかというところであります。さあ、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎです。取り上げるのはこちらのニュースです。モスクワテロ事件、タジキスタン出身の容疑者4人を拘束。モスクワ郊外のコンサート会場で多数の死傷者が出た襲撃事件で、モスクワの裁判所は実行犯とされる容疑者4人の逮捕拘留を認めました。地元メディアによりますと、4人は10代から30代で、全員が中央アジアのタジキスタン出身だということです。 IS イスラム国が ISK ホラサン州というところに拠点の組織の犯行声明を出してますけれども、うん、これね、まあ、こういったことがロシアでも起こるんだというね、驚いたニュースですが、どうご覧になりますか。はい、まあ、米国が、まあ、事前に情報をね、はい、こう出してましたよとか、あと、まあ、ロシア側が、まあ、ウクライナ側がね、今ちょうどウロ戦争やってるから、はい、ウクライナ側がやったんだという、まあ、この辺っていうのは、うん、まあ、今、こう、いろんなメディアでも流れてるとこなんだろうな、というふうには思うんですけども、まあ、僕が見ている、まあ、チャイナ・インドの観点から言うとですね、はい、まあ、一番の観点って、やっぱ上海協力機構っていうのがあってですね、はい、で、これ、もともと何のためにできたかというと反テロのためにできたんですね。あ、だからあれそうなんですね。もともと反テロのための組織なんですか。911があって、で、はい、あの時ぐらいにも含めて要は反テロとしてあの地域を安定化させようということでロシアと、チャイナが組んで、はい、最初の発起人としてですよ、組んでやっていきましょうというのがで中央アジアもだから含めて、なのでそれがもともとなんですよ。そういう意味だとですね、今回まさにこの件は FCO 案件とも言えるんです、うん、なるほど。まさにこれをどう止めるかっていう組織が広域的な組織が FCO の最初だったんですね、はい、でじゃあ IS とで問題なのはですね、この IS ホラサン州というのと IS 自体っていうのが、はい、まあ、統一的なあの集団と捉えられるのかどうかっていうのはいろいろあると思うんですが、で僕もそれの専門家ではないので、詳しいことは分かりませんが、そこまではですね、うん、いずれにしてもですね、その IS とタリバンっていうのを考えると関係、アフガニスタンのタリバンっていうのを暫定政権を考えると、はい、まあ、そこっていうのが、まあ、対立関係にあるというかですね、米国からの話によれば2023年4月に、まあ、タリバンが IS の指導者を殺害したっていうことから考えると、はい、まあ、ある意味ではそこは、仲いいとは言えないですよねっていうことは言えると思うんですよね。うん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 、そうすると、今回起こしたのが IS。じゃあタリバン、アフガンの方はどうかっていうと、まさにですね、ロシアには、去年行ってる。うん、タリバンの、火山っていうところに行ってるんですね。ロシアに行ってる。だから、で、チャイナはですね、はい、アフガンのタリバン政権を今年の1月30日にまさに承認した。オフィシャルに承認したところなわけですよ。はい。で、そういう意味だと、各国が、で、インドも去年、タリバン政権は、いわ、元のテロと見なしていたわけだけれども、はい、まあ、いろんな形での、協力の仕方があるみたいなことに言い方を変えてきてるわけですよ、去年から。これ外務省が、インド外務省が言ってるわけですね。そうすると、各国が、ロとか、はい、中とか、インとかが、アフガンのタリバン政権をだんだんとこう、オフィシャルな方に持ってってるよねっていうのが見えるわけですよ。構造としてはですよ。はい。で、IS からするとその敵陣というかですね、はい、がオフィシャルにそういうところと繋がるということはまさにそのテロという形で、はい、反
要は体制勢力みたいな形で、やるというのが、まあ一番構造としてはまず背景としてあるということで、じゃあこれをどうやってしようとして止められるんですかというところが、まず大前提の背景としてあったというところになると思うんですね。で、じゃあなぜ SCO が今回機能を発揮せずに止められなかったのかという次の論点に移るわけですけども、はい、これに関しては、やっぱコロナの影響大きくて、で、あと陰中対立の影響も大きくて、まずオンライン開催とかになっちゃうんですね、サミットが。ああ、なるほど。このしばらくの期間。だから、もう2000年代初頭からずっと SCO 毎回サミットで顔を突き合わせてどうしようかって考えてきたのに、一番重要なこの期間にコロナで、みんながあんま会えなくなって信頼醸成できなくなっちゃったんですね。で、同床義務なんで基本的にはインドもチャイナも入ってるわけだから、はい、で、そういった意味では本当にリアルに会うべきなんだけど、去年の議長国みたいな、インドだったので、さらにそこで、陰中対立もあって、微妙な感じになっちゃってたっていうのが、実はこの半年1年の流れなんです。はぁ。ああ、ちょうどタイミングが重なっちゃった。タイミング重なっちゃった。だから、本来、その IS とタリバンとの対立関係が前提としてありの、はい、SCO がそれに対して防ぐという機構であったんだけれども、それが機能しなかったというのがこの半年1年で、なおかつ各国は、タリバン側と手を差し伸べるような形になってきたというのが今回の構造だと思うんですよね。ほう。もともとだと、やっぱ SCO ってあの組織は、はい、そのインテリジェンス共有を結構やる組織なんで基本的には反テロなので、要は反テロのためのインテリジェンス共有を準軍事組織も使ってやりましょうということが含まれているので、決して経済連盟で、今のところ経済とかもいろいろ言われてるけれども、ね、日本じゃそっちが報道されること多いけど、そっちが報道されるけれども、軍事とか経済じゃなくて、実は反テロっていうのがもう基本のラインなので、でもそれは声明を見ても、明らかに反テロの声明が多いんですよ。だから日本に伝わってくる文脈だと、はい、どうもちょっと中ロの、悪の枢軸連合がみたいな、はい、そういう感じなんだけど、まあ、基本的には中央アジアの安定化。の反テロがあったということですね。なるほど、はい、ちょっとこの SCO の、ね、話続いてまいります。ニュース7時またぎです。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。おはようございます。日本放送新入一華です。今朝のコメンテーターはインド管理大学リサーチフェローで戦略科学者中川浩司さんです。引き続きよろしくお願いいたします。さあ、モスクワのテロ事件に関して、で、これ、まあ、アメリカの CIA はすでに掴んでいて、まあ、ロシアに対しても警告をしていたと。で、ロシアにあるアメリカ大使館は、アメリカ人に関しては、かなりね、退避とか、警告をしてたと。これ、だから、上海協力機構側、まあ、中国だとか、ロシア側も、情報としては取れてたけど、共有できなかったとか、そういうことなんですかね。まあ、だから、そのロシア側がまさかね、さすがにこう、ウクライナのせいにしたいがために、黙認してあの事件を起こさせたとは、さすがにちょっと、わからないわけですけども、うん、だから、要は、偽旗作戦的な。そう、犠牲者を国民出してもやるっていうのは、さすがにそれはどうか、ちょっとわかんないですけども、まあ、そうじゃないとしても、そうじゃないという、まあ、普通の線を考えるとしてですよ。やっぱり2022年の9月です、はい、これ、SCO のサミットやってるんです、これ、リアルだったわけですよね、で、ここではですね、習近平とプーチンがリアルにウズベキスタンで会ってるんですよ、だからこういうところ、ここまでは、だからある程度情報共有ができてたんだろうと思いますけど、先ほどお話したように、はい、7時前のコーナーにですね、やっぱりこのアフガンとの各国の関係が変わってきたのは、やっぱり去年、23年が結構やっぱり天気でいろいろ変わってきてたわけですよね、なるほど、そう、なので、で、その意味では2023年7月にちょうど SCO がインドで開催だった。で、はい、っていうのがやっぱりちょっとね、中の、連携が外れたなという感じがして、まあそこはやっぱり相当インテリジェンス上の交流も途絶えたんだろうなという気がしますね。だからやっぱこの辺でロシアの、SCO を通じたインテリジェンス力というのは、はい、若干落ちてた可能性はあると。で、チャイナ側の反応今回のテロに関して見ると、はい、相当自分ごとのように考えていて、そうですか。で、新華社通信、まあ国営のプロパガンダメディアあるわけですけども、ここでは特設ページをガーンと作ってですね、非常に大きかった。これはだからウクライナの時もそう特設ページ作ったし、中東の、今回イスラエルのハマスの話も、これも特設ページ作ってます。要はそれぐらいの扱いと同じぐらいで、テロは自分ごとのように考えてる。だから SCO っていうものが反テロであったがゆえに、しかも中核国である中ロという、片方のロシアがそういうのがあったというのは、はい、チャイナとしても非常にこれは重視してるはずで、まあそういう意味ではですね、そのチャイナがもし事前に知っていて、ロシアに言って、
ってる、言ってたとしたらですね、はい、やっぱりこの辺はなんていうか、勝手になんていうんですか、泳がせて、ロシアにやらせるってことは、そもそもチャイナ側としてもないだろうということから考えると、まあ、それは単純にロシアが防げなかったんだろうという気がしますよね。なるほどね。はい、まあ、ロシア国内も若者が取られてとか、はい、警戒監視が緩んでたというような説もありますもんね。そうですね。まあ、だからその真相についてはともかくとして、背景情報としては、先ほど言ったアフガン IS の関係、それから SCO の関係、それから SCO の近年の動きっていうものを見ていくと、まあ、ちょっとこの辺が背景として、まあ、こういう悲惨な事件を起こしてしまった理由があるかなというところがありますね。なるほど。はい。さあ、そしてもう一つ、7時またぎ後半で用意していたニュースは、二階元幹事長の次期衆院選不出馬というニュースであります。で、これに関して昨日ですね、党本部で記者会見が行われておりました。一部お聞きいただきます。私自身の責任にあることは当然のことであります。私はこの際、自らの政治的責任を明らかにすべく、本日岸田文雄自由民主党総裁に対し、次期衆議院選挙に出馬しないことを伝えました。昨日の会見の様子の一部をお聞きいただきました。まあ、これ政局的な論点とかね、いろいろあるわけですけれども、その日中関係を考えたときにっていうのはいかがですか。まあ、引き継げるか引き継げないかの話ですよね。いわゆる二階先生が、はい、まあ、チャイナルートを持っているというのが一般的によく知られてますし、まあ、それは、まあ、多くの人が、まあ、そうでしょうと思うところだと思うんですが、はい、まあ、それが息子さんっていう、まあ、次の、政治家として頑張られるという話であると、うん、まあ、チャイナとしてはやっぱりこう息子さんっていうのは継げるよねっていうところはあると思うので、まあ、そこはあると思うんですよね。まあ、ただ今回の話って、まあ、よく言われているところとしては、まあ、世耕先生と、ね、息子さんがどうなるかっていう党内での話があったりだとか、はい、まあ、いろいろあると思うんですが、チャイナの何肉公認問題と思うんですけれども、はい、まあ、チャイナとしてはおそらくそういった家族的なところの方が継げるというのはあると思うんですが、まあ、たとはいってもそれは日本のことなんで、別にチャイナどういう人が来ても、まあ、それはそれでやりますよということだと思いますけどね。はい、これは、まあ、派閥はすでに、ね、解散ということになってますけれども、はい、派閥の中から継ぐというよりはやっぱりこう血のつながりみたいなものを中国的にも重視するところあるんですか。まあ、血というか人なので、やっぱり二階先生というところに今までやってきてくれたよねということ で日本人が一般的に思ってるほど、はい、二階先生が何でもかんでもチャイナを持ってるということでもないので、まあ、本来あるべきなのは、まあ、いろんなその先生方が党派の外交で、特にチャイナの場合は国家間の党間の外交の方が効くので、はい、まあ、自民党が与党なのであれば、もしくは維新とか立憲他の野党も政権を取るのであれば、はい、その党内での政治家ごとに個人的なチャイナ共産党とのパイプを持っておくのが僕はいいとは思いますけどね。はい、やっぱりそこら辺はね、統治機構をちゃんと見ないと、党が全てを領導する国ですもんね。そうですね。だから、まあ、そこら辺をもうちょっと気をつけて、まあ、外務省頼みにと言っちゃいけないけれども、はい、まあ、それだけじゃなくて、自分からパイプを作るんだという気概が政治家にあるとはいいと思いますけど、はい。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩司さん。取り上げるニュースはこちらです。元通訳水原一平氏の違法賭博問題で大谷翔平選手が取材対応。アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は日本時間今朝、元通訳の水原一平氏による違法賭博問題について取材対応を行いました。ではここで現地アメリカロサンゼルスで取材中、サンケイスポーツ山田裕樹記者とつながっていますので聞いていきます。山田さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もうすでに取材対応は終わったということですか。終わりました。これ表情いかがでしたか。すごくこう複雑なと言いますか、シリアスなと言いますか、ご本人も会見の中で言ってましたが、こう、悲しいと言いますか、はい、そういった表情でした。信頼していた方が過ちを犯したことをショックだというふうに、ね、表現されていましたが、まあ、やっぱり言葉を選びながらという感じになりましたか。はい、そうですね。手元にこうファイルにした、メモといいますか台本みたいなものを用意して、はい、それに沿ってこう読み上げる
のが大部分で、冒頭と最後の方はご自身の言葉といいますか、その用意したものではないようなコメントだったというふうな意味受けられました。これその内容としてはもうかけたこともないし知らなかったということですか。そういうことですね。でその韓国での第一戦が終わった後のチームミーティングでと今もリスナーの皆さんにもお聞きいただきましたが、じゃあもう本当寝耳に水みたいな感じだったという発言だったんですかね。その通りですね。つまり冒頭にもありましたように大谷翔平選手は全くもって何もわからなかったということのようです。でそのこれただこのお金っていうのが、まあ、その大谷さんの口座から入っているという、まあ、捜査情報ではそうなっているようですけれども、そうするとそれを何ですか、水原氏は一定程度管理してたとかそういうことなんですか。そこについては言及がなかったんですね。でかつ今回は、質疑応答もなかった受け付けられないということだったので、そこに対するこう、なんて言うんでしょう、こうそこの真相はちょっとわからないですが、はい、ただ本人としてはこれは許可してたわけではないですか。送金したことをですか。送金したことを許可してないというふうに理解してます。なるほど。まあね、さまざま情報もこれから先も出てくるところだろうと思いますが、周りの記者さんたちの受け止めとかいかがでしたか。今、各米メディアも含めて速報というか原稿を書いている途中で、まだ直接彼らと話してはないんですけれども、山さんですね、まだそこまで、はい、山さんご自身としてはどうこうお感じになりましたか。大谷選手のこう心境の複雑さですとか、こうすごく苦しかったんだろうなというような印象が、私自身は痛烈にそれを受けましたね。会見の最後に切り替えるのは難しいということを言って結んだんですが、もうそこに本当すべてが集約されているような印象。もちろんシーズンが、もう数日後ですよね、迫っている、なおかつ今日もこれから試合がある、そこに集中しなきゃいけないのは分かるけど、はい、やはり大谷選手のように、投手を共にしてきた人ですよね。でしかも全く疑いもしないからこそ、開幕戦の後に全てを知ったわけで、そこへのこうショックと言いますか、精神的なダメージのはちょっと計り知れないと言いますか、という状況ですかね。まあ、法的な問題も注目されますけど、そういったこう気持ちの面の整理も含めてここまで時間かかったっていうことなんでしょうね。そうですね、それもね、もちろん今日をもって整理しきれたとは思いませんけれども、こう会見中こうもちろんね、もちろん台本を用意してそれを読み上げながら慎重に言葉を発するんですが、短いフレーズで切りながら通訳さんとの掛け合いの中でこう会見は進行したんですが、途中やっぱりこうなんて言うんでしょう、唾を飲み込み、飲み込むと言いますか、こう、間ができちゃうというか、こう台本を読むので考え込みはしないんでしょうけど、こう言葉に詰まると言いますか、その事実自体を公にしたい、ご自身の口で説明したい、その気持ちはあるんだけれども、口に出すこと自体が辛いっていうような印象を受けましたね。なるほど。スタジオには戦略科学者中川浩二さんもいらっしゃいます。はい、大谷選手の場合には企業が、ね、不祥事を起こしたような社会的責任とか、政治家不祥事を起こしたような政治的責任ではないので、そういった意味だと、法的責任をどんだけ、きちんとした形で取った上で、大谷選手自体がどうなるのかっていうことだと思うんですけども、もうその辺のなんていうんですかね、世界的に、アメリカにいらっしゃると思うんですけど、その辺のアメリカの皆さんの、大谷選手に対するこう感覚というか、
あれは本当に、例えば政治家であれば、私は何でもないと言っても何でもあるだろうというふうなことを言われると思うんですけども、その辺の感覚的なものってどういう雰囲気受けますか？この会見の前までは、ちょっと水原氏がこう身代わりになってるんじゃないか、つまり実際やってたのは大谷選手じゃないかという声も ほんの一部あったようなんですが、実際今回のこれを受けてどういう反応するかしているかというのは正直まだ私自身分かっていないので、そういった法的なことであったり詳しい捜査のことっていうのは、まあ要するにその専門家であったり弁護士の方々の仕事なのでちょっとわからないし、今後その米メディアの論調でありますとか、世の中の空気感がどういうふうになるっていうのは現時点では全く私自身には想像ができないですね。なるほど。まあその辺これからね、山さんも取材されるところだと思います。本当お忙しい中つなぎましてどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。はい、サンケイスポーツロサンゼルスで取材中の山田裕貴記者とつなぎました。まあそこのね、世の中の空気感としてどうなっていくのかっていうのは、まあ確かにこの先のね、行方にも関わってくると。まあそうね。まあでも政治家と違ってね、まあやめろやめろとか違うから、やっぱりその辺大谷さん応援したいっていう多分気持ちはね、あって、まあその方に行ってほしいなと個人的にも思いますけど。さあ、そしてもう一つ用意していたニュースですが、北朝鮮の金与正氏が談話を発表して、岸田総理が早期に日朝首脳会談開催の意向を伝えてきたと。この電撃補助ありやなしやっていうのはね、はい、いろいろ言われてますが、どうですか。まあ、北がなんでこのタイミングで言ったのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、逆に水面下であればずっと水面下を通せばいいわけなんで、確かに、まあ、言ってきてんなということと、あとチャイナとかを見てても、まあ、いわゆるチャイナね、鉄の同盟、はい、血の同盟である、はい、嘘の血の同盟であるチャイナを見ると、まあ、彼らも淡々と語って出たりするんですけども、まあ、いろんなところに確認をするとどうも北京側が掴んでた感じはあんまりないんですよね、今回の件に関しては。だから何を情報ソースにと言われると困るんですが、いずれにしてもあまりチャイナの浸透をやっていてもいつもとちょっと違うなという感じはして、なんかあんまり余裕は感じない気がしたという雰囲気です。これはあくまでも感想です。北朝鮮側に余裕がない、じゃない、チャイナ側にそんなにこう俺は知ってるぞという感じはない。はあ、なるほど。淡々としてるんで、淡々としてない時にはちょっと余裕を感じないので、今回淡々としてるので、日本のメディアはこう伝えたみたいな、要は北の与正氏はこう言ったみたいなことを言ってるので。なるほど。なんで北京あんま掴んでないんじゃないかなという気がします。どのルートなのかわからないし、岸田首相も私の直轄のとかなんかそういう言い方をしてましたよね。なので、ちょっと今回だからそういう、いつものルートとは違うんだろうという気がしますね。今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さんです。続いて取り上げるのはこちらです。内閣府の会議の資料に中国国営企業のロゴ、河野大臣が謝罪。内閣府は昨日、再生可能エネルギーの普及に向けた規制改革を議論する会議の資料に中国の国営企業のロゴや名前の透かしが入っていたと発表しました。河野規制改革担当大臣はチェック体制の不備でお騒がせしたことについて、今後は対策を強化し同じようなことが起きないよう徹底していきますと述べました。まあ、これが一部話題になっておりますが、その国の政策が海外企業に影響されてるんじゃないかというような、ね、話もあります、はい、長谷さんどうご覧になりますか。このまあ資料に入っていたというのは、まあ、公表されている政府からの資料に、はい、やっぱ海外から、まあ、特にチャイナですからね、のロゴ、まあ、国営企業、まあ、国営企業の中にもさらに中央企業というですね、ど真ん中のゴリゴリの国営企業なんですけども、はい、まあ、この国家電も、ゴージャディエンワンと言いますが、まあ、この企業がロゴが入っていたというのは、まあ、日本としてはですね、やっぱそれ自体はあってはならないというかですね、やっぱそれ政治倫理上というか、はい、当然他国の、ね、中央企業が入っているというのは、それはあまりよろしくないでしょうと。まあ、もしくは単純にデータを使いたいんであれば、うん、こういうデータをチャイナのこういう企業は発表していましたよ、参照こことかっていう形であればいいんだけども、うんうんうん、そうじゃなくて、こう透かしで入っちゃってたっていうのは単純にミスだと思うので、それはよろしくないでしょうというふうには思うんですよね。まずだからこれが第一
点と、はい、あと、まあ、よくその関連にしてですね、日本で言われているのは、まあ、これによって日本の政策が歪められるかどうかということに関しては、本当にそれがあるかどうかというのは、これは別の話として、うん、ちゃんと進めるべきだと思うので、要は逆に言うと、資料に載ってなくたってそういうことがあっちゃいけないっていう話ですよね。こういう透かしがあっちゃいけないということなので、うん、まずそれは切り分けましょうということはあると思います。だから、一、うん、つはロゴの問題については、これはよろしくない、技術的なミスがありましたよね、ということと、はい、あと、その、実際のチャイナにが影響力工作を日本にどれぐらいやってるのかという、これは別の話として、別のラインとして、恒常的に、はい、チェックしなきゃいけないですね、ということはあります。で、その中で、まあ、この間も、ツイッター、はい、旧ツイッター X ですね、に、国民民主の玉木さんが言ってた、まあ、セキュリティクリアランスの問題を、まあ、こういった、政府に関わる、まあ、方についても、こう、有志会みたいなものに、についても、まあ、かけましょうかという議論がありましたけれども、はい、これやっぱりどこまでかけるのかっていう議論まで広がってきて、うん、で、さらにそこまで広げると、うん、要はセキュリティクリアランスで単純に付与すりゃいいだけみたいな、免許証みたいなものとは違うので、はい、いや、その人の銀行口座から毎日どこに酒飲み行ってたとか、こういう関係から全て調べられるということから考えると、これ、そこまで広げてしまうとですよ、その、はい、本当にこう公務員という方ではない、方に広げてしまうと、かなり莫大なコストがかかるみたいな話になってきて、今度は逆にセキュリティクリアランス自体が、はい、いや骨抜きというかですね、いや形だけ作れて実際運用できないよねっていうものになっちゃうと良くないみたいなことがあるの で、 そうそう、ある意味ではですね、軽々にそのセキュリティクリアランスをっていうことには、はい、しちゃいけないなという話はあると思います。あ、そもそもセキュリティクリアランスはこの特定のかなりね、まあ、機密情報というか、ね、重要な情報にどうアクセスできるかとか、ね、ええ、あるいはこうそれぐらいこう権限にアクセスできるかというところとの見合いだから、はいはい、そうですね。じゃあそうするとこの有識者会議っていうものがそもそも論としてどこまで政策に影響していたのかと、うん、昔はなんかそこがの批判もありましたよね。結局こんなもんお手盛りで、うん、ほとんど結論は決まっていて、うん、有識者会議っていうのはあってないようなもんなんだよ本当は。そうだ、有識者会議の権限がないという批判を一方でしつつ、はい、ね、で、いや形式的だと今飯田さんのおっしゃる しつつ、一方でその人たちは重要だから今回の件に関して言うとセキュリティクリアランスみたいな話になっちゃうと、ちょっと話としては、うん、軽いのか重いのか、うん、両方矛盾した議論をしてますよね、はい、ということなので、まあでも そもそもセキュリティクリアランスはその機密情報に、まあ機微な情報にどんだけアクセスできるかということの話なので、別にこの提言をする側っていうのはアクセスする方ではないと思うので、はい、まあ、そこはちょっと考えないといけないなと思うので、まあその辺のなんかバズワードとしてですね、はい、セキュリティクリアランス、セキュリティクリアランスというものが今回のこのある意味では大したことないと言っちゃいけないけれども、うん、問題と絡んでくるっていうのはちょっと違うのかなという気がしますね。で、チャイナ側の意図分析したとしても、ここは外事工作をやる機関ではないので、はい、この会社自体は。そうですね、統一先生工作部がやってますよとか、統一先生工作部のロゴなんか入ってたら大変な話だと思うんですけども、はい、これはまあ、ある意味では、まあ、グローバル、ある意味ではグローバル企業ですよ。国際的なところも買収したりとかしている国営企業でありますが、まあ、ちょっとその辺はお門違いなのかなという気がしますけどね。はい、他方ね、その何か有事の際にこうしてこの電力網だとかっていうのが海外の影響があると一気に停電させられてみたいなことがあるんじゃないかっていう、うん、ね、ことを心配する人もいますが、うん、その辺はファーウェイの問題でもあったように、はい、まあ、技術的なインフラバックボーンを捉えるというのはそれは怖い、その通りであると思います、うん、だからそこについては先ほど言ったようにこのロゴ問題とは全然別にして、はい、恒常的にその外資の影響っていうものが、まあ、緊急事態も含めて、平時も含めてどうなのかというのはチェックすべきだと思います、うん、お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはインドから一時帰国戦略科学者中川浩司さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。いいね。インドの総選挙目前、野党の指導者が汚職で逮捕。来月総選挙を控えたインドで今月21日、野党の指導者が汚職に関与したとして逮捕されました。野党側は総選挙を前にした弾圧だと激しく非難しております。モディ首相が参戦を目指すインドの総選挙、4月19日から各州で順次投票が始まり、6月4日一斉開票となります。6月4日なんですね。長いですよね。まあ、確かにくしくもっていうような、いや確かに確かに、本当に、うん、まあ、それはそうと、これ
いいんすか、なんかすごいことが起こってますね。まあ、だから日本で例えれば、あれですよね、はい、まあ、岸田首相、まあ、自民党総裁の権限下において、はい、まあ、東京都知事とかですね、はい、まあ、首長を、はい、重要な都市の首長を、まあ、パージしちゃったみたいな、そんな話ですからね。維新が我々を脅かすかもって言って、吉村知事を、みたいな。そうそうそう、だから、まあ、例えばこれ全然総選挙と関係ない時期だったらば、まあ、実際そうなのかな、ありますけれども、直前だし、総選挙の、あ、野党、要は野党の中核になるような人だし、はい、なおかつ、まあ、その、この間3月10日なんかには選挙管理委員会というのが委員長1人、いや全国選挙管理委員会というのが取り仕切るんですけど、その選挙を要は委員長が1人、それから2人の委員っていう、まあ、重要なポストですよね。でそもそも1人が欠員だったというのが問題なんですけれども、はい、直前に3月10日ですよ、まあ、10日ぐらい前ですよね、それが、1人選挙委員が突然理由なく辞めちゃったんですよ。だからこれもなんか例えば BJP、まあ、モディ政権からなんか言われたので、はい、まあ、支え切れなくなって辞めたんじゃないかみたいな噂が立ってるぐらいで、だって直前に辞めるしかも理由なくってかなりなんか大きいですよね。臭いですよね。そうですよね。で日本でも選挙とか政治と金の問題ありますけども、この間出てきた問題が選挙債っていうですね、選挙債そう、いや、あの、いや債権の債ですね、債権の債というなんかシステムがあってですね、はい、でこれが要はその、いや誰に献金したか分かんないようなシステムになってたんですよ。そう。で、これは野党側の追及とか、あと最高裁判所の追及によって、ようやくこの選挙前に出てきたということになって、まあ、BJP にいっぱい献金が裏金が流れたみたいな話があって、もうね、これを本当にちゃんと選挙できてんのかっていうのが、もう正当性に、だからインドが一番言ってるのは我々がなんでインド信用できるかって、最終的には民主主義だからっていうところですよね。そうですね。ね、日本側としては。だけど、そもそも民主主義の根幹である選挙できてんのっていうところに、いろんな意味で疑義が、点灯しているというのがこの本当に今回の選挙っていうところになります。はい、そもそも論なんですが、まあ、その選挙債、はい、これ債権、はい、国債とかそういうことなんですか？銀行が要は幹事みたいな会社で、SBI というか発行していて、まあ、そこは分かってたんですね。だから最高裁判所としてはそこに開示請求を求めたっていうのをやってて、逆に今まで分かんなかったの問題でしょみたいな、すごいっすね、話そう。そんな債権がでも売れるんですね。そう、まあ、だからそういった意味だと非常にこう癒着というかですね、いうところも、だから与野党ともにこう攻撃が始まっているというのが状況で、で面白いリサーチがですね、ピューリサーチセンターっていうアメリカのシンクタンクが出しているところがあって、まあ、本当に今年の2月に出したやつ、新しいデータなんですけども、例えばですね、そのインドの人たちどういう感覚を持ってるのか、民主主義に感覚を持ってるのかみたいなことがつかめると思うんですが、例えばですね、その、専制政治ってありますね。はい、いわゆる首相が議会の承認を得ないで何でもやっちゃうみたいなところに対してどう思いますかとか、アメリカとかはですね 26% の人がまあまあいい、つまりほとんどがダメってことですよ。そういう、で日本は例えばどういうことかというと、33まあいいですねと、つまり先制政治いいです、まあ低いですよね、そういう意味だと ね、うん、でインドは67、もう調べた中だとダントツ高い。あ、そうなんですか。だから過半数を超えて先制政治いいねって言っちゃってるんですよ。ほう。それどうなのっていうところがありますよね。もうとにかくお上が決めてくれと。そう。それからあと官僚制について、つまり公選を得ない官僚が仕切るテクノクラシーって言いますけども、はい、それどうですかということに関して、アメリカ48が OK というところに対して、インドは82が OK。だから多分これ植民地時代の多分感覚だと思います。なるほど。官僚に対してリスペクトがありつつ、なんかそこに信奉しちゃってるみたいな。だからもう決めるのは彼らの仕事で。そう、うん、僕らやるだけだ。やるだけだよ。あとはその軍事政権、まあ、いわ軍事政権というか軍が仕切るのどうですかということに関して、はい、アメリカ 15% が賛成。まあほとんどダメですよね。日本とかも 17% が賛成。まあほとんどダメですよ。インドどれぐらいだと思います？いや、17とか20とかだとすると。今の流れだとなんか7割、8割 OK みたいなこと言っちゃいそうな。72% が OK。72%? そう、が OK。だから、軍も、その官僚によってもいい。はい、ね、それから先生もいいみたいなことで言ってるわけですよ。これって完全に民主主義を望んでんじゃないよねっていうふうに思いきやですね、はい、最終的な質問で、デモクラシーはうまく動いてる、うまく動いてるかと思いますかという質問に対しては、はい、アメリカが 33% の人が動いてるねと思ってる。日本
も 35% の人が動いてる。つまり、3分の1しか、デモクラシー、うん、民主主義は、そう、不全だと結構そう思ってるんだけども、インドの人で 72% はいいと思って、動いてると思って、謎自身。なるほど。だって、先制がいいって言ってて、先制主義いいって言ってて、軍事も、軍による仕切りもいいと思っていて、軍政もいいと言って。いいと思っていて、まあ、そうね、さっき言ったテクノクラートによる政治もいいと思ってるにもかかわらず、構成なくてもいいと思ってるかかわらず、デモクラシーについてはインディアは 72% がうまく動いてるって言ってる。すげー。いや、だからね、この辺の謎自身がね、いや、もう普通はねじれてるよ、これって思うんだけど、それがこう、一気通貫してるんだ、我々はっていう。そうなんですよ。だからね、この辺のマインド、まさに、だからこれ、この、ピューリサーチセンターのって表してると思うんですけども、このマインドの違いが、全然民主主義に対する感覚違うんだっていうところですよね。しかも、我々からすると矛盾ですよね。矛盾、矛盾。矛盾ですよね。公正な選挙やったらこうはならないだろうと思うけど、この選挙は公正なんだと。そう。だから。だって官僚が仕切るっていうのは、日本だってね、はい、それは社会主義じゃんって言われる話じゃないですか、まさに。そうですね。ですよね。だって公正を得ないことに対していいですかという質問なんだから。はい。それでいいって言っちゃってんのに、デモクラシー動いてるっていうのを考えると。ほー。じゃあその選挙で選ばれた政治家がしっかりコントロールしてるから、官僚制がいいんだ。でもないわけですよね。でもないってことなんですよ、このリサーチを見ると。だからちょっとこの辺は我々の認識するそもそも民主主義とは違うし、彼らが民主主義の母であると自称してるのも、ちょっと疑義がつくというかですね、黄色がつくし、現実的なこのさっきのこのニュースであるように、はい、首長をパージしちゃったりだとか、はい、その戦艦の人だが重要な要職が突然辞めちゃったりだとか、選挙祭の政治と金の話だとか、この間もカリカスタンのね、運動みたいのがあって、そのカリスタンの運動があって、それがカナダで放映したのを YouTube が流してるから、禁止してくれっていう情報統制をインドが言ったりだとか、もうなんかですね、日本人の考えるものとは違うなっていうことだけは理解できる。なるほど、うん、まあ今度ね、この週末には野党が大規模なデモをやろうとそういうような呼びかけをしてるらしいですけれども、はいはい、もうこれすごいっすね、なんか聞きゃ聞くほど。だからまあこのなんていうんですかね、まあ、独裁とは言わないけれども、それをこう是認しながらも、デモクラシーはまさにこれで動いてるんだと思える国民性が、逆にそっちがよくわからない、うん、という感じです。もう言葉の定義の問題と、うん、あとあれなんですかね、かつてほら民主主義っていうのは期間限定の独裁だというふうに言って物議を醸したニュースありましたけど、はいはいはい、まあ、それをある意味実践してる国なのか。まあだから、そう、もともと長すぎて国民会議派という左派政権が、しかもそこは世襲でダメだったので、はい、まあそういう意味ではですね、モディさんが反世襲反腐敗みたいなのを掲げながら出てきて、うん、でまあ経済発展も開発独裁的にやってということで、まあそこに参照がね、賞賛が集まるっていうのはさ、わかるんだけれども、うん、やっぱりそこにはナショナリズムっていうことで、極めて強権的なところで、少数派っていうものはあまり、組みしない政治っていうものが来たので、まあこれが経済発展が落ちてしまって、なおかつ BJP の力、要は世襲とかも、はい、広がってきちゃうと、これは、要はマイナスマイナスプラスだったのが、マイナスマイナスマイナスになってくるので、要素として、まあその時にポストモディ問題がどうなるのかっていう話になってきますけどね。まあまあまあ、この辺またイベント等々でもですね、そうですね、こってりとお話をね、4月28日一部の州ではすでに投票が行われている中でのイベントでございます、はいはい、神奈川県民ホール、ぜひお越しください。よろしくお願いします。ラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でもこの番組の主要なコーナー配信してまいります。番組ホームページご覧ください。